どうも、出版プロデューサーの西浦浩二です。この動画では企画書の書き方について解説していきます。本を出版する方法ということで、まずは出版社の企画会議に通す必要があるよと。で、そのためにはまず自分の企画に関してテーマを決めて、コンセプトを立てましょうという話をしていきました。いよいよお待ちかねの企画書の書き方を解説していきたいと思います。企画書の体裁としてはですね、こういう感じで A4 縦の紙に、ワードで横書きで書いていってください。まあ、大体5、6ページくらいになると思います。次に企画書に書いていただきたい要素なんですけれども、こちらはまず一つ目、タイトル案ですね。はい。で、次にその企画のコンセプト。一言で言えばどういう企画かっていう内容ですね。で、こちらその解説、コンセプトどういう内容ですかっていうのを解説します。次に著者のプロフィールですね。これ2枚目に著者のプロフィールを書いてもらいます。これ大体A4、1枚ぐらい埋めてしまっていいと思います。で、次にこちら、企画意図概要ですね。まあ、コンセプトで伝えきれなかった部分をより詳しく書いていくイメージになります。そして、具体的な目次構成のイメージを書いていきます。まあ、1章、2章、3章っていう形で章立てを作っていきます。こちら多分4、5章ぐらいになることが多いので、まあ、2ページぐらい使うのかなと思います。ちなみにですが、僕は郵民調体という書体をよく使ってます。こんな風にですね、民調体系のものって、級数、文字の大きさを大きくすると、結構デザインとして綺麗に見えるんですよね。で、小さいと、普通の文字として読めるし、まあ、そもそも民調体ってみんな見慣れてるので、まあ、僕は結構民調体を多用することがあります。で、民調体の級数、大きさを小さくしたり大きくしたりでメリハリをつける。イメージです。ちなみにこういう普通の文章の部分は 10.5、級数 10.5 にしていて、このタイトル案のですね、サブタイトルとかキャッチコピーみたいな部分が14。で、こちらのタイトル、メインタイトルがまあ大体36ぐらい。こういうタイトル案とかコンセプトみたいな各見出しですね、ここは22で作ってます。で、こちらの目次の小タイトル、一章何々っていうところは18ぐらいですね。これもまあ別に規定があるわけではないんですけど、まあメリハリ考えるとこれぐらいがいいかなと思っているので、参考にされてください。ここから各項目ごとに解説をしていきますね。まず一つ目のタイトル案です。まあタイトル案は実際の本が出る頃には変わってしまうことも多いんですが、一応ちゃんとつけておきましょう。で、大体なんですが、サブタイトルとか、キャッチコピーみたいなものと合わせて、僕は40文字以内ぐらいで作ってます。やっぱりメインタイトルは短くて強い方がいいですね。まあそれこそメインタイトルを10文字前後とかで作れればかなり強いなと思います。二つ目のコンセプトなんですが、まあこの企画について端的に、過不足なく言えばどういうことかっていう部分になるんですけれども、2行ぐらいで書いてもらいたい部分なので、80文字を目安に書いてください。タイトルもコンセプトも短い方が望ましいんですけれども、あまりに短いとちょっと何かわからないっていうのもあるので、これぐらいはあるといいかなと思います。3つ目がコンセプトの解説になります。先ほどもちょっと企画書チラ見せさせてもらったんですが、これぐらいの分量ですね。A4 の半分ぐらい。つまりは、A4 1枚で、1枚目でこのタイトル案とコンセプトとその解説が入るようになっているといいかなと思います。美しいですね。次に企画書で言うと2枚目になるんですが、著者プロフィールになります。著者名とその肩書きをまず書いてください。肩書きがいくつかある人は、メインのものと2つ目ぐらいまでは書いていいかなと思います。で、今回が初めての出版だよという方はぜひですね、著者名とか肩書きのすぐ後ぐらいに、括弧して、初出版ですとか、初めての書籍企画になりますって書いておくといいと思います。案外ですね、初出版を好む出版社ってすごい多いんですよ。これは武器になるのでぜひ書いておいてください。本に関係するプロフィールを A4 1枚、残りの部分で書いていただいて、で、最後に今、略歴という形で、生年ですね、何年に生まれていて、何年にどこの学校を卒業していて、大学とか最終学歴だけでいいと思うんですけど、卒業していて、で、会社どっかに入っていたら、そこの入社とか、独立年月日などを入れてください。で、大事なのは、受賞歴とか、テレビに出演したことがあるとか、メディア掲載のものを最後にまとめて書いておいてほしいんですね。で、過去に本を出版したことがある方は、ここに出版歴も書いておきましょう。で、そういった著者のプロフィールに関するものが、こうやって A4 1枚でまとめられてたら、シンプルで見やすいなと思います。次に項目としては5つ目ですね。企画意図概要になります。コンセプトでざっくりした本の内容を伝えてあるので、具体的にこういうことを書くよっていうイメージが湧くように、より内容に近いものを書いてください。下線を引いたりとか、ボールド、太字ですね。こういったものを使ってより目立たせることも有効です。ちなみに企画書で色は多分使わない方がいいと思います。僕は色は使ったことはないです。
で、まあ、こういう感じで企画意図、概要もですね、A4 1枚で収まると綺麗だなと思います。さっきから著者のプロフィールとか企画意図、概要、あとこのコンセプトなんかも A4 1枚で収まるようにとは言ってますが、絶対条件ではないので、どうしても長く書きたいという時に、はみ出てしまう分には問題ないので、まあ、そこはこだわりすぎず、なんとなくの目安で僕は作ってるので、あまり気にしすぎないでください。で、最後に目次構成のイメージなんですけれども、まあ4章、5章構成ぐらいが多いですね。で、大体なんですが、1冊で50項目ぐらいになることが多いです。まあ、なので、まあ5章構成であれば、各章10項目ぐらいのイメージ。4章であれば、まあ12、3項目ぐらいになります。あんまりその章が、例えば3章しかないとかだと、ちょっとコンテンツとして少ないイメージなので、やっぱ最低でも4つは欲しいなと思います。で、逆にこう、8超えてきたり、9、10ってなると、まあそういうこともあるんですが、ちょっと多すぎるよねと思うので、まあやっぱり僕は50項目、4章、5章、一定6章ぐらいで調整することが多いです。で、まあおまけというか、あってもいいし、なくてもいいかなぐらいの項目として、造本イメージというものがあります。まあ要はこの企画が文庫なのか、新書なのか、まあ単行本でもハードカバーなのか、ソフトカバーなのかってことを書く項目になります。まあ大抵は単行本でソフトカバーって企画が多いので、僕はもうここ書かないで出しちゃうこと多いんですよね。ただあえて例えば文庫で出したいとか新書の企画なんだっていう場合は書いておいた方がいいと思うので、造本イメージ文庫とか新書版みたいな形で書くといいかと思います。でもその場合どの辺に入れるかっていうと、僕の場合は企画意図概要と構成の間ぐらいに入れることが多いですね。以上が企画書の書き方の基本になります。まあこれは別に全ての出版社で共通しているフォーマットとか体裁というわけではないです。で、ただまあ僕この仕事10年以上やってきていて、まあこれで困ったことはないので、これで問題ないかなと思います。やっぱり大事になってくるのは、出版社の企画書って文章で伝えるよっていうのを以前の動画でお伝えしてるんですが、とはいえ、この例えばどのフォントを使うかとか、サイズどうするのかとか、そういったことで結構メリハリとか見やすさっていうのはコントロールできます。やっぱりここメインタイトルすごく目いきますよね。なのでそういったことはちょっと意識してあげるといいかなと思います。というわけで企画書の書き方の基本を解説してまいりました。役に立った面白かったよという方はですね、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また企画書の詳しい書き方ですね、実践編という感じでプロフィールの書き方であったり構成の作り方はまた別の動画で解説していきます。で、他にもこう企画書の作り方について疑問とか質問がある方はぜひコメント欄にお書きください。それをもとにまた動画作らせていただいて解説したいなと思ってます。では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。